スタディサプリはリクルートホールディングスの子会社であるリクルートマーケティングパートナーズが運営しているインターネット予備校。受験サプリは2016年4月20日に同社が運営するスタディサプリ高校講座大学受験講座と統合したためこの名称は現在使われていない。スタディサプリは2011年10月17日に 会員制の無料受験情報サイトとして開設され、大学入試センター試験の過去問や模擬試験、現役の東京大学学生によるオリジナル解説などを提供していた。2012年7月より主要大学の過去問を無料で使える機能が追加された。あらかじめ志望校を登録しておくと、同じ大学を志望している会員の平均偏差値の推移が把握できたり、 出願締め切り日などの日程をメールで知らせる機能などもあった。この時点での会員数は10万人強であった。開始から約1年後の2012年10月15日、スマートフォンやパソコンを利用したオンライン予備校サービスに参入すると発表。同日より講義の有料配信を開始した。国立、私立の各校に的を絞った大学別講座や センター試験対策講座が用意された。著名予備校の元講師と契約し、録画した講義を10回分セットで約5000円程度で提供しており、通常の予備校での講義と比較して4分の1程度の値段であることを売りにしていた。一度動画を購入すれば無制限で視聴が可能で、講師に対してメールで質問をすることも可能であった。しかし、 この時点での無料会員数が20万人であるのに、対し、有料講義の受講者は数千人にとどまっていた。Web には Web の相場があるとの高校生からの指摘を受け、2013年3月からは5教科8科目の全講義を月額980円で無制限で視聴できる形に料金体系が刷新された。受験サプリで配信されている動画では、 視聴履歴が分析されており、会員が視聴を停止したタイミングなどが把握されている。講義冒頭で講師が受験生に対しメッセージを長々と語る場面では視聴者数が落ちていることから、すぐ授業に入る形に動画を作り直したり、版書を書き写すために設けられた空き時間に停止が集中していることから、無駄な場面をカットして視聴時間を引き上げるなどの工夫がなされている。 2013年3月より放映されたテレビコマーシャルは歌手の三輪明宏に扮した人形が受験生に語りかけるというもので声は実際に三輪明宏本人が当てている2012年年末に放映されたコマーシャルでは受験サプリと名付けられた犬が登場しセンターや受験といった単語を連呼するというものであった 受験サプリ内のコンテンツは独自で作っているものや、他社からの提供を受けているものもある。2013年秋に始まったセンター模試は、オーブン社とその子会社である教育測定研究所が提供している。また動画は、寸大予備学校、河合塾、東進ハイスクール、Z 会、修営予備校等の各予備校講師陣の協力を得て制作をしている。 2016年4月20日をもって受験サプリはサービスを終了し、同年2月25日に新たにサービスを開始したスタディサプリ高校講座、大学受験講座と統合した。なお、受験サプリ上での登録内容や学習履歴は4月20日以降にスタディサプリにて移行手続きをすることで受験サプリのデータは引き継がれる。また2017年3月1日に、 リクルートマーケティングパートナーズウニののクナビ進学がスタディスプリ進路と名称を変更した。スタディサプリに名称変更後の2017年には現役大学生と直接やり取りできるコーチング機能のついた月額9800円のコースが追加、及び東京都新宿区に直接講義、映像講義を実施する教室、スタディスプリラボを開校した。現在、 日本におよそ5000校ある高等学校のうち2500校以上で導入されている。また、国内有料会員数が140万人を超えている。は、講師経験のある大学受験予備校。英語数学国語理科社会英語数学国語理科社会、算数国語理科社会英検対策講座公務員、対策講座簿記、対策講座2007年9月に、 東京大学大学院教育学研究科が行った調査によれば、保護者の年収が1000万円超である指定の大学進学率は62%であるのに対し、年収400万円以下の大学進学率は31%と、親の年収が低いと進学率が半分にまで低下していることが判明している。また、同じ中間所得層の場合でも、 都市在住の指定の大学進学率は48%であるのに対し、地方在住の指定の進学率は41%と居住地が地方の場合は不利であることも判明している。また、リクルートが2011年に一般入試で大学に入学した学生に対し言った調査では、高校時代に塾や予備校に通わなかったものが65%を占めており、 その理由として、家庭の経済的事情が49.4%、近くに良い予備校がないが18.3%に上った。このような保護者の年収や居住地という自分だけの力では解決できない要因のために生じる教育格差問題への解決策として、インターネットの活用に注目が集まっており、受験サプリもそのような格差を被る。 受験生を対象に始まったサービスとしている。自宅で予備校講師の講義が受けられる動画サービスはいくつか前例があり、東進ハイスクールの在宅受講コースや Z 会の映像コースなどがある。どちらも自宅近くに予備校の校舎がない地方都市に住む受験生に向けてサービスを手掛けている点では共通しており、メールやファクスを用いて 質問をしたり添削をしてもらうことが可能である。受験サプリに対抗したサービスとしては NTT ドコモのドコモゼミやジャストシステムのスマイルゼミがある。ドコモゼミは2012年に月額980円の小中学生向けコースを開設しており、計算ドリルや英単語帳などのアプリケーションを多数揃えている。スマイルゼミは教材の配信、学習、 採点までのサービスをすべて専用タブレット端末一つで可能としており、学習の褒美としてゲームアプリがプレゼントされるサービスがある。ベネッセコーポレーションも2012年4月に専用タブレット端末を導入したり、ソフトバンクグループと提携しさすがたクラウドサービス、クラーシーを提供している。ありがとうございます。